さあ今日も2ついってみましょうクルド祭りあの例のネウロズってやつですねあれが会社催、強行されましたところがですねマスコミはみんな好意的な報道なんですよいやーこれもどうかしてますさあ2番目大谷翔平選手の妻奥さんなんですけども女子アナでなくてよかったという声がもう多数だったですねところがあのパティシエの鎧塚さんが反論しましたうーんでもね気持ちはわかるんですけどもそれは通じないと私は思いますよさあ1個目なんですけども埼玉新聞から転載いたします まあ帰れ、えー、迷惑行為した一部クルド人を挙げクルド人全体の批判が強まる講演を貸すなありましたねと電話が相次ぎ危ぶまれたクルド祭り無事開催強制へ向け前進へと名誉を傷つけたフリージャーナリストあの石井さんも提訴したということで,で、ねまあ、この一平氏目というのはまあ事実を淡々と書いてネウロズが行われましたよってことなんですけどもやっぱりね次の辺りから何かおかしくなってくるんですドンと、はい、これも出落ち感満載なんですが左の上にこれ込み出し つけてるでしょ「和になって」という言葉でね、もうこれ完全に印象操作に私なると思いますよ。はい、今回はネウロズのあのお祭りの話です。で、日本人からいろいろ反対があった。で、であの人たちはかわいそうな人なんだっていうこういうイメージを出しながら、和になってって言いますと、そんな中もね、そんな逆境をね、跳ねのけてみんなに和になって一つになって、うわー、みんなで楽しそうにやってるっていうイメージになっちゃうでしょこれ自体がやっぱりもうすでにおかしいんです。で、さらにその次なんですが、 キャベツとととと偏見と書いいてありますよねうーんというんことでした祭りの開催をめぐり同団体が同公園管理者の県公園緑地協会に使用を打診したところクルド人に公園を貸すなという電話などが相次ぎ参加者らの安全を担保できないとして使用を認めない方針を提示しました最初はこうでしたところが抗議しました一点使用を許可して対応に誤りがあったと謝罪したとなんかこれいつものパターンですよねで結局ねこれ音をたくさん出すからダメだっていうふうにして最初はねたんですけども音ねたんですけども音ねたんですけども ね、60デシベル以下にしてくれるんだったらいいよと。 そんなの誰が測るんだってことになるんですけどもね、まあ要はもういいと、なんかうるさく来たし、なんか他のね、妙な団体もやってきたから、もうやめよう、OKOK、OK, OK, 扱ってちょうだいと、ということになりますね。で、これもね、やっぱり左上のこの見出しってのは妙ですね、このキャベツと偏見という事態で、明らかにもうクルド人の人たちがね、これも虐げられてると、悪いのは我々日本人だ、まあ日本人の一部の強硬な人間のせいで、非常に偏見に満ちた見方をされていると、もうこういう形になっちゃうじゃないですか。 だからね、情弱の日本人とか、あるいはあんまり政治に関心がない、こういうことにね、対してポーっとしてる人たちが見てしまいますと、ああ、なんかね、こういう外国人で困った人は来ているんだけども、日本人がひどいことをして、この人たちを知りたけるんだと、いや、今回使ってね、よかったね、あの使えてよかった、いや、公園使えたんだ、お祭りできたんだ、よかったねっていうふうになっちゃうでしょう。で、さらにはこれでございます。練習と当日の祭りに参加した40代の男性会社員はと、本当にいたんでしょうかね、この人。 一緒に踊ると言葉が通じなくても気持ちのやり取りができるみたいで嬉しかったネット上ではクルド人を一括くくりにさまざまなことが言われているが一人一人と対話すれば至って普通の人たちもいると話したとはい、えー、まずこういう記事なんですけどもまあ、これ二つ考えられますよね一つはこれはもうね新聞マスコミの上等手段ですがこんな人いませんとそういうことですよね適当にこうやって書いてしまうとだって誰にも証明できませんからこれはもう楽なんですよねいやこの記事かとは言いませんよでもこれってもうねよく知られた上等手段の わけでしうだからまずその可能性としては考えられますね要はあこれ埼玉新聞がこういうことを言いたいともう一つ本当にこういう人がいたとしましょうね本当に声を拾ったと仮定しますよはいところがね一緒に踊ると言葉が通じなくても気持ちのやり取りができるみたいで嬉しかったと、ね、ネット上ではクルド人はひとくくりと書いてありますけどもこのね一括くくりという言葉が非常にこれはインチキ臭いと言いますかねこれも左派の上等指南になるんですけども 例えばね、1万人のクルドの人々がいるとしましょう。で、999人は本当に仏様のようなね、もうまさにもういい人だったとしますね、家庭ですよ、いい人だったとします。ところが、1万分の1である一人がですね、これがとんでもないワルで日本人ちょっかい出すは犯罪し放題だったとします。 こういうケースであれば、その1人のためにクルド人を一括りにするなと、これは合ってるんですよ。そうでしょう。1万分の1のために全部一括りにしりにされたらたまらないですよね。ところが、その逆だったらどうです ?1 万人のうち9,999 99人がとんでもない輩で、1人だけたまたまなんかね、いいやつがいたとしますね。二十歳の男の子がいて、いやいや、あいつは本当にいいやつなんだと。ということであれば、話は全 全く変わってくるじゃないですか一括りにするなと言いながらこれ一括りに決まってるでしょところが差発なこういうやり方をするんですよね必ずそういう母集団があった時にいい人間を持ち出してきてこんな人もいるんだとでこんな人間がいるのに他も全部一括くくりにしてこんなこと言うのは良くないというねもう典型的なこれやり口になるんですけどもまさに今回もそういう気がしますよねでねそもそもなんですけども不法なんですよ合法的に入ってる人がいるかもしれませんでその人は一回省きましょうところが 多くほとんどは不法移民なわけですからその時点で日本の法を犯しているんですよ一括くくりも減ったくりもありませんよねでね一人一人と対話すれば至って普通の人たちもいるとバカじゃねえかと思いますよこんな当たり前の話でしょうが例えば私がねこ,このクルドの人とねちょっとこんにちはお話しさせてくださいって聞いたとしますねそうしたらいきなり私のこと殴りかかってきますかそんなことは普通はしませんよ普通にいいよって話をするでしょうとなるとどうでしょうか普通の人たちってことになっちゃうでしょう しがとこういうねこう気弁使っちゃダメなんですよそれにしてもねこの40代男性会社にどうなんでしょうねこれわざわざここに来て一緒に踊るとってことは手をつないで踊って というこれ前提になってますよね普通ちらっと見てね遠くから見ることあっても中に入って踊るってことはそうそうないと思いますで中に入って踊るってことはもう最初から強烈なシンパシーを感じてるなんかそういう活動家っていうことはやっぱり考えられますよねどうでしょうかねいや分かりませんよこれ私見たことはありませんからね埼玉新聞の書いてある通りこの通り言ったかもしれませんまああと考えられるのはいろんなことを実際にねこれこれイ,ベンあのインタビューした時に話したかもしれませんけどもその都合のいい 分分だけを大部分だけけをを部切って繋げたという可能性も考えられますさらに、ね、記事はこうなっていくるんですよ。19日に東京都内で会見を行ったチカンさんは、クルド人の子供が学校でクルド人は帰れと言われ、いじめられるようになったと、影響を紹介、自分にも子供がいるので不安と、この裁判をきっかけに、頭ごなしにクルド人全体を、ね、守護にした批判はやめてほしいと訴えたというんですが、これ見てやっぱり非常にね、私もね、ずーっとしましたよね。よくく見てください はい本来は不法移民でいるわけですからこの人たちは被害者でも何でもありませんで川口の人たちがすんごい迷惑を受けてるわけでしょつまり川口,のいる川口にいる日本人が被害者なんですこのクルド人のゼミとは言いませんけども一部の人は加害者なわけでしょ加害者グループにいるんですよところがこれ見てくださいいじめられるようになったってことは被害者にすり替わってるんですよ 恐ろしいいと思いませんか加害者なんですよ加害者ということで日本人が困ったと言ってるんだけどもいじめられている我々は被害者であるとこの論法ってどっかで聞いたことがあるでしょう我々ねと言いながらこううわーっと騒ぐわけなんですけども実は加害者なんだけどもあれこの論法どっかで見たことがありますよね。 本来は加害者のはずなんですけども、なぜかね、日本にいじめられていると、日本のせいで我々は被害者になっているというね、被害者仕草、被害者ポジションを取りに行くという人たちがいますよね。全く同じやり方なんです。これね、本当に私、怖いと思いますので、こういうね、サラミスライス戦法、を気をつけてください。だん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 日本が削られていくんです。今回使用してもいいよと言って、一回許可を出しました。となると、もう来年から今日はね、これ拒否することはできませんよ。どん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 やられますよ。しかも彼らはね、まあ、 子供がガンガンン増えてきまますすから本当に危険だと思いますさあねこのサラミ、えー「サラミ論法」なんですけどもちょっとね変わった視点で見たいんですがこれ見てください NHK より転載しましたけどもこれ相撲のシーンね右ははい白鵬でございます6年ぐらい前だったかなでねこれ左がねえっ、ー、とねえっ、ー、と,、えー、と吉風かな吉風で言いましたよねでこういう形でこれ結びの一番やったんですけどもこれどうなったかはい 白鵬、負けたんですよ。それはたまには負けますよ。で、金星を上げたと。で、ここまでは何ら問題もありませんね。ところがなんです、白鵬、これ何やってると思いますこれは、なんと、周りにいる親方たちにですね、これね、ケチをつけてるんですよ。今のどうだと。要はね、 立ち会いが成立してないんじゃないかと今のねこの審判あ審判じゃないあの行事だ行事のこの判断は間違ってないかということでクレームをつけてるんですよねでまずこういうことやめてほしいでしょうこれ武道なんですよで日本ですよこのクレームつけるとやめろと言いたいですでしかもねクレームをつけるにしても素人である私から見ても今の立ち会いは成立してないとあれおかしいだろうっていうふうに判断できるんであれば白鵬の気持ちはわかるわっていうふうになってくるんですけどもはい私 私素人が見てもどう考えてもね立ち合い成立しています。でこの時の動画を見るとわかるんですがこのね解説しているまあ元横綱ですよねその横綱も今のは成立しているように見えますよってちゃんと言ってるんですよね。はい白を納得できませんでさらには弓取り式が始まろうとしているのにこの土俵からまだ降りないんですよ。こんなこと許されていいと思いますか？ そして NHK のアナウンサーも何回も言ってんです。これはダメです。これはダメです。白鵬と大予告スタンドやることではありませんと。で、この場内の雰囲気もですね、もうねブーイングがなってるんですよ。それなのに平然とやってしまいます。 ってことで、ね、ここまで話すと白鵬に文句言ってるのようにも聞こえるかもしれませんで。もちろん白鵬に文句言ってるんですけども、ダメなのは日本の方なんですよ。横綱審議会をはじめとして、この周りにいる親方衆ですね。どうですか文句言ってないでしょ。白鵬がどん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 傍着無人な振る舞いをして、日本のこの伝統の国技というのを、これ、ないがしろにしてきたわけでしょ。あの、懸賞金の取り方もふざけてる。そして勝負があった後にダメ押しをする。あれは危険だから絶対やめろと。やってるんですけども、この所作、この振る舞いという のが横綱に全くふくふさわしくないんですよところがどうでしょうか、えー、なんかそれをねもう結局黙認という形になっちゃって一応白鵬に対して注意はしたんだけども困った問題みたいになってるじゃないですかこれ今の岸田政権と全くやってること同じでしょ北朝鮮がミサイルぶっぱししましたれますとどうですか、えー、遺憾の意図を強く抗議しますこれ毎回やってますそしてそれを北朝鮮が見ていてまだいけるまだいけるまだ打てるわとあの岸田何にも言わねえわと全く同じことが 起きてるじゃないですかだからね、軍事的なことだけじゃないんです。こういう形で、文化的なものもどん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 削られているんですよ。皆さん、どうですかね。本当にこんなふざけたことをやめろと私は言いたいと思いますよね。さあ、お次なんですけども、えーと、あのね、鎧塚さんが久々に登場しました。大谷さん、うんまあ、今ね、一平ちゃん問題で大変なんですけども、はい、結婚したときに、女子アナでなくてよかった。うわ、本当にいい奥さん選んだわ。私もそう思いました。いや、本当にね、いい奥さん選んだ。さすが大谷と思いました。でところがですね、 この鎧塚さんなんですけどもいやいやそれはねキャベツですということでバーッと文面発表しちゃったんですよでね気持ちは分かりますまあなぜかと言いますとこの鎧塚さんのまあこの奥さんですよねあの川島直美さんまあ亡くなりましたけどもまあタレントということになりますまあ派手な世界にいた方になりますので女子アナじゃなくてよかったとまうこんなねキャピキャピして非常に浮ついてるそういう女じゃなくてよかったっていうとなんかね自分の奥さんを否定されたような気にやっぱりなるんでしょうねそそれとももうううつは自分もそういう女性を選んだということ なんか、ね、もう気分が悪いとだから分かるんですよ鎧塚さんがねそういう言い方良くないと。ここ,でねこ,こもねおさっきと、ね、同じなんですよ。 全部一括りにするるななみたいな言い言方が出てくるんですで女子アナが全員そうだとはもちろんん私もも言いませんでもどうですかセント・フォーという、ね、そういうまあ芸能プロダクションがありますけどもここには大量の女性が、ね、登録されています。でねこれ結構知らない人がいるんですけどもなんか女性アナウンサーって見るとみんなねアナもしくはたまにフリーのアナウンサーが入ってるだけっていうふうに大思いかもしれませんが実はですね結構 BS や CS を含めて出てくるねお姉さんたちのアナウンサーの中に はみんなセントフォーという芸能事務所から派遣されてくる女性が、ね、大量に入っているんですだからこの事実を見ても女子アナというのがもう半分タレントみたいな形になっている これはもう動かしがたい事実でしょ。だから一般の世間から見ると、チャラチャラしていると、やめろって言いたいのはこれね、やっぱよくわかるんですよ。で、女子アナを目指す人もそうじゃないですか。やっぱりね、ね、こうやって言うとね、偏見だっていう人がいるかもしれませんけども、やっぱりね、目指すってことは、なんか女子アナってのはキラキラこうしていてね、テレビでこう、照明を浴びて、スポットを浴びて、顔も売れて有名人になって、なんか半分タレント、芸能人みたいな感じだな、と思って憧れて女子アナを受けに行くというね、こう こういう人が多いっていうのもこれ事実じゃないですか。そうでしょ。だから全体的に言うとやっぱりチャラチャラした雰囲気が当然出るのは当然当たり前のことになってきます。で、結婚相手なんか見ても IT 企業の社長とかね、えー、こういうのが多い、えー、そして、えー、芸能人との,この合コンにはね、女子アナというのがやっぱ呼ばれるっていうのはもうこれ常識になってるわけなんですよ。だからそうやって考えるとね、鎧塚さんには申し訳ないんですけども、この SNS の声というのは僕は当然だと思いますね。これ当たり前の反応だと思います。で こんなこともあったでしょ。これ最後なんですけどもはい。これ見てああと思う人います。はい、この3人は元。 テレの女子アナというここととになりま、ねえー、まあ、ますすねねんででれたらわ、ね、女子アナとして入ったんですけどもなぜかユニットを組まされて歌を歌わされそして踊らされるというねまあこんなことをテレビ局自体がやってたわけですから女子アナのタレント化をね進めたのはお前らだろって言いたいわけでしょだからしょうがないんですよ女子アナイコールチャラチャラしたっていうのはねこれはもう事実としか言いようがありませんそしてこの3人の中の右下籔本さんって方はもうこの状況に耐えられなくなって女子アナを辞めて内勤 ににくれと政治部の記者に移動しましまた本人の希望でねだから彼女としてはこんなことははずじゃなかったとこれおかしいと思ったんでしょうねやっぱりこういう人も中にはいるわけなんですよはい今日の動画が良かったと思う方はいいねボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれでは